い、皆さんこんにちは。今日は背中を引き締めるエクササイズをお教えしたいと思います。肩甲骨、背中には肩甲骨ありますので、肩甲骨周りの筋肉をよく動かすということで、まず肩甲骨を動かす運動をしたいと思います。足はまず肩を開きましょう。そのまままっすぐ立ちます。はい、じゃあ手をですね、まず真上に上げます。はい、その時に真上に上げた時に肩甲骨も一緒にぐっと上に上がるようなイメージで真上に上げます。はい、そこから真横に下ろしていきながら肘をぐーっと背中の後ろで合わせるように下げて、これで繰り返しですね。このまま真上上がった時に肩甲骨を上げて、はい、横から下げて下で、これが一つの動きですね。今度は手をですね水平に、はい、ここから肘を落とさないように手を床と水平に動かして、肘と肘を寄せてくるような、要するに肩甲骨と肩甲骨がぐっと合うような感じですね。このまままっすぐ後ろ胸を、はい、今度は前、前の時は背中から肩甲骨がこういうふうに離れるような、このまま後ろ前前、はい、これで繰り返します。この2つのパターンをですねよくやってください。そうすると肩甲骨がよく動くようになります。肩甲骨の周りの筋肉ですね。はい、じゃあそれを使って実際にエクササイズをしていきます。椅子を今日は使います。この椅子ちょっと高いですけど、浅めに座ってください。はい、まっすぐ座ります。はい、そのまんまですね、体を45度から70度ぐらいまで下げます。その時にポイントは、顔を下に向けない、斜め前ですね。この位置をキープします。ここからですね手のひらを下げます。その時に、あまりこう下げすぎないですね。ここから手はグーにしましょう。はい、このまんま手を横に開いて、で胸を止めます。2秒、2止めたらまた下げます。はい、上げて1、2下げます。上げて止める、1、2下げます。はい、これの繰り返しですね。これを10回から20回行ってください。はい、今度もう一つはちょっと横向きますね。はい、同じようなパターンで腰掛けます。45度から70度、胸張ります。はい、そのまんまの状態で手を前に座ります。はい、そこから床と水平を引いて締めていきます。止めます。2秒。はい、また戻します。前に1、2下げて1、2前に1、2。はい、このパターンをですね、2パターンします。1つのパターンを20回から30回、もう1つのパターンを20回から30回、時間があれば2セットから3セットやってみてください。はい、今日のエクササイズ